こんばんは。今日はちょっとパサパサ今日はですね、土曜日なのでね、お休みのファンの方もいらっしゃるかなと思って、そう配信しました。そうなんです。でね、今日ね、初めてね、このカラオケ配信っていうのやってみたくて、イヤホンを使った。今日はお団子、ちょっと一回イヤホンにしてみて。ないんですけど、これできるのかな。ああ、これできてますか。できてる？声聞こえてますか。うるさい？おお、めっちゃ聞こえるんだ。すごーい。ASMR できそう、これで。こんにちは、おふゆいです。今日はどんな一日でしたか。ちょっと大きい声出したら、これあれですね、すごい音楽ね、キラキラだ。切るかな、ちょっと待って。レベル1とかって何なんだろう。レベル1、レベル2、レベル1とか何、何だろう。レベル1、レベル2、エコー？あ、エコーかな。なるほどね。あ、すごい。曲がいろいろあるんだ。すごい、面白い。待って。ちょっと待って、どうしよう。じゃあまずやっぱ最初なので。練習というか、わかんない、初めてなのでちょっとドキドキする。何、待って、聞こえないよ。ゆい、始まってるこれ。待って、始まってるこれ。あ、違うわ。あ、すごい、今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら愛に、大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。すごい、すごい、すごい、何これ、こんな機能あるの、これ、すごい。音量やばい、待って、音量やばい、ちょっと待って、どういうこと、
北海道、青森、岩手、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄、東京、長い、めちゃくちゃになっちゃった。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って、日本全国の友達と笑顔の輪。すごい。これも今も声届いてますか？ゆゆ今日漏れてるね。え今日？お今日か、嬉しい。声届いてる？あ、届いてるんだ。すごい、何この機能、すごすぎる。待って、面白い。なんか夜なのに、これイヤホンしてるから自分がどんくらいお家の中で声出してるかわかんないけど、普通にカラオケとして歌っちゃいますよね。家族普通にいるのでどのくらい大丈夫かな、めっちゃ聞こえてるかな。面白い。結構前からある。そっか、なんかね、カラオケでもどうなんだろうと思って、ね、使ってなかったんだよね。